どうもリンクチャンネルの横山です、今日はですね、先日、村田さんに巻き込みの下回転サーブと伸びるサーブの2種類を教わったんですけど、まあ結構難しい、そうですね、私もすぐには多分できないなという感じでちょっと練習が必要だなと思っているんですが、初級者の方に向けて、はいはいはい、まだちょっと横回転が、ま、うまく巻き込み回転巻き込みのサーブがまだうまく出せないっていう方におすすめの、まずこれから始めた方がいいんじゃないのっていうのをちょっと教えていただきたい。はい、はい、OK です。初めの本当に初めの一歩ですね。そうですね、はい、はい、なんかこう順番みたいな、これをやってこれをやってみたいな感じでちょっと教えていただけると、はい、了解です。わかりました、やっていきましょうか。はい、早速、もう早速、はい、お願いします。はい、了解です。お願いします。お願いします。はい、じゃあいきます。はい、お願いします。まあお客さんとかにもぜひ伝えてほしいんですけど、そうなんで、巻き込みしましょうって言っても、ね、やっぱり横がなかなか皆さんかからない方も、そうですよね、はい、で僕のお客さんでも横がかからない方の特徴が、最初からそのサーブの状態で巻き込みサーブを使ってこうやって前に振っちゃう人が多いんで、うん、ああ、はい、はい、もう巻き込むみたいな、はい、はい、これ巻き込んでないで押してるだけなんですよ。押した後に巻き込んだ風になってるだけで、うん、なのでそれでいくらやろうとしても、はい、多分きついので、うん、最初僕よくやってるのがしゃがみ込みってあったじゃないですか、はい、しゃがみ込みサーブ、はい、あれのしゃがまないバージョンで、はい、ボールのこう右側、はい、こっちから僕から見たらボールの右側を取って直回転をかけましょうっていう感覚から覚えてもらいます。はいはい、なので要するに直線に立って直立するボールになって構えてボールの右側をまっすぐスイングして相手のコートに入れる、うんうん、こうするとあんまりこうやって押す人いないんですよ。ああ、確かにそうです。一応こうやってくれる。はいはい。まあ、入るとか入れないはどうでもいいんですね。そう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 。まず横が入るかどうかっていう。で、こうやってよくあるのが、こうやっててもこうやってやる人。はいはい。これで分かりやすいじゃないですか。はい。だからそうするとまっすぐ出れないから、もうこのミドルの線に沿ってラケットを出し。ああ、なるほど。うん。この線上にこうやって出し。はい、はい。で、ボールの右側。こっち側を取ってまっすぐ出すとちゃんと回転かってれば台に収まりそうになります、はい、ぐらいでいいです、はいはいはい、というふうにやって、これができるようになっちゃえば結構早くて、うん、感覚的に覚える、うん、で今度はまっすぐ振りながら狙いはちょっとバック半面ぐらい狙って、はい、振ってあげると多分振り割りがここら辺に来るのかな、はいはい、あ若干右に並んで、そう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 、はいはい、でこれが安定して出せるようになってミドルぐらいに常に横回転とか回転かけながら出せるようになるのがファーストステップ、はい、ステップ1ですね、はいはいはい、これできました。はい、したら少しじゃあ左斜めに行きましょう、はい、まだこう向かせないです。はいはい、こう向いてバックサイド狙って同じようにボールの右側取ってまっすぐ振ってください。はい、こう向いてバックサイド狙って同じようにボールの右側取ってまっすぐ振ってください。はい、それでも多分ミドルぐらいいきます。ちゃんとできる、うん、はい、もう全く同じですね。向き変えただけ、向き変えても同じように振ってください。捉える場所も一緒です。はい、では安定してできるようになったら、じゃあちょっと横向きましょう。この、ごめんなさい、はい、ちょっといいですか。後ろから前ですか、下に振り下ろす、あ、後ろから前でフォロースルーで下に行ってるだけ、下に行く、もうこうですね、かけてるけど、あ、はいはいはい、こうです、はい、わかりました、はい、もうこれでいきましょう。はい、あ、オッケー。で次に、まあ、横向き、はい、横向いてじゃあこう行きましょう。はい、多分入んないです。そうですね、こうなる、はい、こうなる、でもちゃんと回転かけると入るんですよね。そうですね、うん、はいはいはい、この感覚をまず覚えてほしくて、ボールの後ろをまっすぐ向いてる方向に振っても相手の方向にボールを飛ばす感覚っていうのを覚えないと巻き込みってうまくださ、はい、あ、なるほど、これが多分醍醐味というか、うん、これだけなんですよ、はいはい、なので
正面からだん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 こうサーブのスタンスにしていって、このままこうやって振っても台に入るか入らないかぐらいの感覚を身につける。ここまで徹底的にやってほしい。もうこれでいいですか。はい、こうなると今のができればもう早いです、うん、でもこうなった途端に入れたいって言って、こうなった人が多分9割ぐらいですかね、はい、1個目覚えたい人できない人、まあ、でもまずはここからやってちゃんと回転かけてもこう飛ぶんだっていうのが分かってくれるといいな。もうこれでね終わりぐらいの感じです。なるほど。あとはまあ姿勢をじゃあもうちょっと低くしてボールも低くしますよ。そうっていう段階ですね。そうです、はい、でここまでできてしまったらあとはもうじゃあ自分のいつものスタンスをやってみて、はい、このまま振ってみましょう、はい、だんだんだん自分のフォームに近づけていって、はい、それでもやっぱり普通に構えてるとこっち振りたくなっちゃうので、うん、巻き込み出すときにおすすめしてるのは少し普段よりもスタンスを後ろに向ける。あ、なるほど。背中を相手に見せるように。そう、はいはい、で上半身をまっすぐ向けてあげて、そう、はい、それでこのままこうしてこっち向けてそのまままっすぐ打ってあげて入れてあげる、はい、ここまでできたら横を向かせないです。今出してるので横なんですよ、はい、横目なんで、はい、この横目が基本として出せるようになれば下とか他の回転はこういう感覚が身につけば、はい、覚えるのは早いと思う、うん、これがないとどっちの回転もできないと思って、あ、本当の初めの一歩としては今やったやつを完璧にできるようにして、このこういうフォームでいいんです、はい、このフォームでゆっくりでもいいから出せるようにするところまでで、はい、50% はもう終わります、はいはいはい、巻き込みまずここからね、やってみてほしい。時間かかる人もすごいかかるんで、これだけでも。そうですね。ちょっともう今担いでますけど、はい、こっち取って、まっすぐ打って、こっちは三角つくれば、こういう巻き込み、はいはい、もう原理は多分その頃分かってるので、皆さん、うん、できる人は。このまままっすぐ打って、こっちに振るっていうのが初めてできる。はい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 。し、まあ、こういうのも、こっち振らないで、まっすぐ振って、飛ばすことができるんで、はい、加工から入るんじゃなくてその仕組みとか自分の本当の体の感覚として、うん、ここ取ってもこう飛ぶんだっていうのを覚えるために最初はこうやって練習することをする、はい、もし仮にですけど、はい、これはできるようになってこう結果できるようになりました、でもこうはできないってなった場合はまた前に向いてこうでもいいですか。あ、いいと思います、いいと思います。ああ、はい、でもこうやった時ってまっすぐやれば飛びにくいと思うんでちょっと斜めの状態からでもいいですね。あ、なるほどなるほど、はい、なるほどじゃあもう本当に正面向いて横をかける感覚を身につけさせて、うん、徐々に体を横に回して、はい、で最終的に基本姿勢になった状態でも出せるようになるっていう、それが一番いいです。あ、なるほど。いや僕確かに普段からもう最初からこうさせてしてもなってもらって出す練習ばかりをしてたので、うん、この感覚ってなかなかこうつかめない、うん、初めての人は特につかめないので、はいはい、一番初めに覚えたいのは下だったとしても伸びるアップだったとしても我慢してただの横回転、うん、横上、はい、が基本だと思うんで巻き込みの、うん、それがうまく出せれば下とか伸ばすのも薄く取る感覚とかっていうのがその頃ちょっと多分出てくると思うんで、はいはい、そこからでも遅くないから思います。はい、ということでですね、先日は巻き込みの下回転と伸びる上回転ですね、上級者に向けた、はい、で今日は、初級者に向けた横回転をしっかりかける練習法ですね教わったのですが、いや僕もともと村田さんはサーブがもともとうまい、もうなんかサーブがうまい人、はいはい、で感覚なんか器用なんだろうなっていうのをずっと思ってたんですけど、この間昨日お話を聞いた限りではやっぱりすごいサーブ練習だけで3時間とかをグッとやってそれから動画をサーブの動画を撮ったり、はい、っていうお話を聞いて、
もうやっぱり、まあ、卓球が強い人もそうですけど、サーブが上手な人も何かしらのこう裏付けがあって、練習量があって初めてできること、ね、なので、まあ、今この動画を見てくださってる方は今正しい情報は得れたと思うので、あとはしっかりですね、できるようになるまでしっかり練習時間を確保してしっかり練習してほしいなと思います、はい、ぜひ練習するときは、まあ、あのぜひ動画撮ってください、自分の、うん、自分の姿を客観的に見てどうなってるかをちゃんと理解してからやるとちょっと早くなるんですよ。ですができたつもりでやる人がほとんどなんで、うん、できてるんですけど切れないんですよってのはできてないですよなので、そこは気をつけて、まあ、本当に俯瞰して見れる人が上手くなるんで、うん、ぜひ自分自撮りしながらやることをお勧めします。はい、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、ワイワイリンクの Twitter、Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。